偏差値でいうところの60以上の人しか、50代も危ない人は危ないから。世の中はそういうことを理解できないバカの方が多いです。これはやばいぞと。何なんだこれと思ったら、半分以上の人はそれが理解できてなかったっていう。でもまあしょうがないっちゃしょうがないんだよね。それは持って生まれた能力としか言いようがないので。テキストを読める人が予想以上に少ねえなっていうか、偏差値でいうところの60以上の人しか読めてない気がする。50代も危ない人は危ないから、偏差値60代以上、分布でいうと本当にトップ 20% とかぐらいの人しか多分見てない。ちょっと厳しいかな。先生ね、僕ね、最近分かったことがあって、ツイッターとかをやってて分かったんですよ。世の中はそういうことを理解できないバカの方が多いです。まあね、そうだよね。これねすごくこれ教育システムの問題で、今日もそれをなんかノートに書いたんですけど、小学校とかで読み書き教えるじゃないですか。教える、だから読み書きできるようになるんですよ、それなりに。少なくとも文字は読める。ひらがなとカタカナと簡単な漢字ぐらいは皆さん読める、でなんか最近そういうのを文章を音読させると、その人が本当に理解してるのかどうか文章が分かるって言うんですよ。そういうのもあるの。でそういう人たちって大体接続詞とかを勝手に省略したりとか、勝手に深くしたりとかするんですって。だからなんか例えば英語とかで要は英語があんまりできない人がやっぱそんな感じの傾向あるじゃないですか。文法がよく分かってなかったりとか、接続詞がちゃんと適切に入れられなかったりとかするじゃないですか。それと同じようなことが日本語で起きてる。つまり日本語の文章が読めない人が相当数いて、だけどツイッターって短いじゃないですか。140文字しかないから、140文字の短文だと読めちゃうんですよね、努力をしなくても。文字面は読めちゃう、から読んじゃうんだけど、ちゃんと読めてないから、なんか刺激的な言葉を見つけて、さざ波とか見つけて話すんで、なんてこと言うんだこの人はみたいな。だってね、小学校の国語のテストでね、45分かけて50点取れないって俺おかしいと思うんですよね。僕が5分で100点取れるテストで。でもそれってやっぱ分かんないじゃないですか、そのなんでそういうことになってるのかが僕は分かんないと思っていて、それがやっとそのツイッターのおかげでなんか可視化されたというか、ああこういう人たちってそういえばいたなって。僕もあの小学校の時だけ公立行ってたんですけど、その後中高で進学校行って、その後大学でしょ、いないですよ一人も。さすがにそんな人は一人もいないわけで、そういう社会にずっといて、その後自分で起業したから、で自分で採用するじゃないですか。そんな人採用しないじゃないですか。だから会ってないんですよ。やっとツイッターで最近あ分かったわけね。でずっとなんでこの人たち分かんねえんだろうと思ってたら、読めてねえんだのがここ1年で分かってきたことで、だんだんそれが分かってきて、あつまりこれはやばいぞと。だから理屈はまず文字がちゃんと読めてないっていうところから始まり、文字が読めたとしても文脈とか行間とか行間も読めませんみたいな人が割といたりとかして、本を読む人とってか本読める人と読めない人っていて、ネットは読めない人もたくさん見てるんですよ。これはもうツイッターで僕は死ぬほど炎上したんで、読めないんです。だけど文字は読めるんです。正確に言うとだから読めちゃうんです。それは習ったから、小学校で習ったからね、読み書きはできるんです一応、だけどそこに何が書いてあるかは実はよく分かってない人が結構いるんです。あ、分かります。あの読解力は本当にないんですよ。そうで、それがどうやら話し言葉だと分かるらしいです、はあ、なるほどね、話し言葉だと頭に入ってくるけど文字は入ってこないらしいです、まあどうだろうな、 20% ぐらいですかね人口の。みんなその読めないことを隠してるんですよ、隠せるじゃないですか、これ文章読んでみろって言ったら読めるわけだから、読めますよっていうわけです。だから僕多分僕の本も 20% ぐらいしか読まれてないと思ってるんですよ。でもなんであんな売れてるわけ。あのインテリアアピールしたいからです。インテリアアピールしたい、本が本棚に並んでたらこの人頭いい人だなって思われるじゃないですか。だから要約サイトのフライヤーって知ってますか。知らないです。あ、要約サイトはフライヤー知ってます。なんか、あの今すごくみんな見てる、読んでるみたいですね。そうで、フライヤーがなんで流行ってんのかって分かんなかったんですよ、こんなんでようやく読まれちゃったら、もう売れねえじゃねえかよって言ったら、そのフライヤーのやつが大丈夫です、
みんな本棚に本置いてるだけなんで。で僕分かったんです。だから炎上してる理由は読めてないんですよ、うん、僕が書いてる文章なんか読めてるやつは 20% ぐらいしかいないんですよ、うん、だから理解ができてないから文章読めないから、うん、明らかにこれ読めてなくて僕を批判してるなって思ってます。芸能人とかがマスクレスの写真を今上げてるとするじゃないですか。そしたら写真を撮る時だけマスクを外しましたカッコみたいな感じで書いてたりとかするの、はい、ないと脊髄反射しちゃって、うん、うわマスクしないじゃんかって僕は YouTube をやってみて思いました、はい、YouTube をやってこんなに文字読めない人多いんだっていうのが自分が文字読めるからちゃんと分かんなかったんですけど、なんで俺の動画なんか見てんだろうとか思ってて、ずっと疑問で聞いてたら、うん、話し言葉の方が入りやすい情報が、はい、っていう人たちは相当数いる。誰かが言ってたんだけど5行以上の文字みんな読めないんじゃないか、はい、文章読めないんじゃないかみたいな話あったじゃないですか、うん、あれが発見できたのって成果だなと思って、うん、なんかすごいいい言語化だなと思って、うん、読めてないっていうのは、うん、音読はもちろんできると思うんだけど意味が分かってない。だからもう意味が分かってないと文脈が読めてないというぐらいのもんかなと思って、行間が読めないとか文脈が読めないとかぐらいの話なのかなと思ったら文章として成立してないっぽいんですよ。だからいろんな齟齬が生まれて、僕の発言とかがすぐ炎上するのも、あ、もう行間が読めないぐらいなのかなと思って、行間が読めなくても読めるぐらいで書いてたんだけどそれでも炎上するから何なんだこれと思ったら、半分以上の人はそれが理解できてなかったっていう、話し言葉だと分かるんだよ。だから、うん、だから YouTube とかだとまだ理解できるんだけど、うん、書いてあるのは読めないっぽいんだよね、うん、YouTube なんでこんな流行ってんだろうなと僕思ったんですよ、うん、でなんでなんだろうなと思いながら、流行ってるからというか、僕の発言も、うん、俺ブログ書いてるからいいじゃん、メルマガ書いてるからいいじゃんと思ってたんだけど、うん、ブログメルマガの読者ってある一定から増えないですよね。だ僕のメルマガだと2万人から増えないんですよ、なかなか、うん、2万人まではガーッと増えるんだけど、うん、じゃあそこから10万いくかっていうといかないんですよ、うん、こういうことなんだなと思って、うん、自分にとって時間を圧縮したいんだったら文字が読めるようにならないと無理なんだっていうことです。大量の文字を読んで高速に処理する能力がないと時間短縮はできないってことです。 YouTube とかそれこそクラブハウスとかずっと聞いてても絶対時間短縮にはならない。でもまあしょうがないっちゃしょうがないんだよね。文字を読む能力が足りないんであればそうせざるを得ないよね。せいぜい倍速で聞くとか3倍速で聞くとかそれぐらいのことしかできないよね。それは持って生まれた能力としか言いようがないので。2チャンネルどころの騒ぎじゃないっすよね。バリ雑言の嵐、ガルちゃん終わってんな。おい終わってるの自分じゃない、お前が終わってんだもん。あんたの顔が終わってお前の顔が終わってんだよ。両サイドから完全にそれっぽい人にガッって持たれて、え、マジかって、え、ねえねえねえ、もうもうもう普通に拉致られたって、そのまま連れて行かれて、なんか居酒屋の屋上みたいなとこで、座席でずらーっともうこういう人が